株式会社平鎮牢は、横浜中華街に本店を置く、中国料理店。株式非公開会社。平鎮牢の、のれんは、カルガン二代、ホウケ二代、ホウ柱、林康弘と続き、現代表取締役の林守で七代目。社名の平鎮牢の意味は、平は、迎える心、鎮は、尊ぶ心。また、別の意味で、良き人。 素晴らしき人が集まり来る館。良き人、素晴らしき人が集まり来る館という意味合いを持つ、平鎮牢の屋号の由来は、中国古代の文献である、来期に収められた、受綱の一節、受由席上の珍味町兵にあった。孔子を思祖とする、思考、信仰の体系である儒教の教えをまとめた経書の中で、四書と五綱の総称を、四書五綱という、 四所は、論語、大学、中庸、文字、故郷は益教、易経、諸郷、司教、来期、春秋を指す。その中の来期は、主に、畑以前の礼儀作法について述べられ、合わせて孔子とその弟子との問答をまとめたもの。九万字に及ぶ著書は、修身や礼儀作法について述べているが、内容は幅広く政治、法律、道徳、哲学、歴史、祭祀、文芸。 日常生活、歴法など多方面に及ぶ。来期に収められた一辺の受講の中に孔子と弟子の問答があり、その一節に、自由席上の鎮位町兵とある。この一節は孔子が弟子の質問に答えたもので、従者は、遠石の加工のごときで、良き人品と道徳を備えて、招兵投与されるのを待つものだという意味。そこから、石鎮町兵という四字熟語が生まれ、 才能ある者が登用され、将兵任命されるのを待つ、という意味に使われるようになった。石鎮とは縁石に供される加工を指し、転じて、才能のある者を言う。町兵とは、登用されるのを待つの意となる。石鎮町兵の四次世語から、平鎮郎の野号はこの書物の一節にちなむ、命名であった。この一節でも、加工を意味する、鎮を、才能ある者の,の、 として例えてえあるように平陳牢も良き人、素晴らしき人が集まり来る館と介して、加工と人を総じて語ってある。平陳牢のロゴは1988年にアランちゃんがデザイン。その意味は、バスケットには6種類の果物が入っており、桃子、長寿、百合レンコン、永遠に続くお互いの愛、霊子、豊かな実り、仏主観、富と健康、ザクロ、 小宝の意味。2009年は横浜開港150周年であり、開国博愛150が開催され、それを機に横浜開港資料館が横浜中華街150年を編集、刊行された。その中で平鎮牢の特集記事が組まれ、当該資料には平鎮牢が1884年の創業であること、中華街の中でも創業以来、同じ屋号で、 現在の中華街要通りに面する同じ敷地で営業を続けているのは平鎮牢を含む2店舗しか存在しないことなどが記載されていることがわかり2009年に創業を1887年から1884年へと修正した平鎮牢横浜本店平鎮牢横浜本店平鎮牢の創業は1884年長生の家境が現本店所在地に 中国料理店を開業。当時は1階に、タバコ店などがあり、かまぼこ型の窓を廃した2階店舗であった。その後、長茂元が引き継ぐ。関東大震災で和解したものの、後に、保護総称、アワビキン、王の不死が継ぎ、これを復興。当時、日本にあった中国料理店では、山下町135番地にあった、カイカオールローや、エンカオールローに次いで、 古い店。一時は300坪の大型店で一度に200名から300名、収容できるお広間があった。しかし、第二次大戦で再び荒れ果て、アワビキン王家はこれを再建する意欲を失う。その時友人であった宝柱は、平鎮楼の過去の映画を考えると忍びないとして1960年頃に、アワビキン王家から平鎮楼ののれんと、土地建物を買い受けた。 大柱1972年に帰化し日本人名、林達夫。1976年11月没、出身、中国広島省、公明系生まれ。19歳で、横浜に来て30歳まで苦節を重ねる。異国地での希望を失い故国へ帰ったものの、再び夢を求めて、日本へ。中国料理のコックとして、修行を積み、一国一条の主を夢見ていた。 平鎮牢は明治、大正にかけては大型店ではあったが、震災や戦災などの影響で大柱が買い受けた際は、わずか4五坪ほどの焼豚や蝶詰めを売る店になっていた。1967年に有限会社を設立した頃には、平鎮牢が考案したサンマアメミや、その他の一品料理を手軽に楽しめる小型店になっていた。百七十五年、息子である、 林康博が事業を継承した頃には、80坪ほどの店になっていた。林達夫林達夫平賃老の再建者というだけではなく、現在の一万賃老も創業。当時達夫が自ら温度を取り、町の仲間たちと共に、中華街大通りに、中華街と表示した、高さ15メートルの朱塗りの廃炉を、横浜市の女性などの援助を受けて建てた。 横浜中華街の一万鎮老の成功後、買い受けた平鎮老を再建し、町の発展にも貢献をした達夫は、第二の古国、日本へ帰化し、1976年11月、この地に骨を埋める。その功績により、1969年2月に、昭和天皇から君後東瑞宝章を賜るという栄誉に輝く。宝柱、の感謝状、1954年9月10日。 廃炉建設工事が着手された。当時の平沼良造横浜市長と中来清横浜商工会議所会頭はアメリカを視察し、横浜の戦後復興の一策として、横浜中華街を戦前のような特徴ある街に再建し、観光の呼び水とすることが必要だと提唱した。この呼びかけに地元家僑が共鳴し、 神奈川県と横浜市、横浜商工会議所などが協力して、廃炉建設の計画が持ち上がった。こうした動きの中心となったのが、当時の横浜家協総会の会長雪来博いひ留日関東会館会長、法柱、陳道寺横浜家協と横浜の日中両国人の親睦団体である日中、協会常務委員の金子光一である。金子光一は、 戦前よりへ、京浜日課協会を発足させるなど、日中友好に尽力した人物で、日中両国人の辛抱も厚く廃炉門、建設委員会の会長に推挙された。金子は建設のために寄付金集め、設計案の調整、中華街側と役所側との橋渡しと、東本清掃の活躍をした。そのかいあって、地元家境や日本人の有志十四名への寄付金と、 神奈川県と横浜市からの助成金を合わせ、133万円、余りの資金が集まった。工事は、ことぶき建設が請け負い、1954年8月17日に、自賃祭が行われ、9月10日に工事が着手された。そして翌年に、鉄筋コンクリート建て、高さ13メートル、幅18メートルの極彩色の中国廃炉が、完成した。門には、 春秋佐市伝から引用した、親父前林の言葉を刻んだ額が掲げられた。1954年、戦後復興への願いを込めて、パイローが建設され、その後東西南北の門が作られていった。そして、初代パイローから40年後、中華街では4つの廃炉の改築が進められた。その担い手は、初代パイローの建設に情熱を注いだ家境の息子たちである。 吉祥寺平鎮道本館、日比谷平鎮道、吉祥寺平鎮道新館、ため池山農平鎮道、小倉平鎮道アネックス、2000年7月開店、大阪平鎮道1988年に、現地法人平鎮道本館有限公司設立。日本から中国料理店を出店。1990年代には、各百貨店の総菜コーナーへの出店を拡大。またこの頃、 金森製造所を開設し、肉まんそして天津等の商品製造ラインを増強し、ギフトの取り扱いも含め拡大する。さらに、杏仁豆腐のもと、中華調味料などの商品を開発し商品として販売。その後、順次、商品ラインナップを増やしていく。2000年には配送センターを横浜市港北区に開設し、食品事業の業用の拡大に対応。 2000年にインターネット通販事業に参入。ショップ名は2 9 m a n c o m その後、平鎮ショッパーズに変更。2006年に平鎮ロー、中国料理、異食道源の考えから健康補助食品事業に参入。エンノスサプリメント販売。2007年に創業120周年記念イベントを開催。2008年4月大道ドリンク株式会社と、 コラボレーションしたペットボトル飲料のジャスミン茶を平鎮作業のブランド名で販売開始。その後、プーアル茶、春ブレンド茶、夏ブレンド茶を発売している。2009年11月中国国家旅遊局と関東省政府が共催で開催した第1回中国関東料理サミット首届け中国一祭見抜会において代表取締役林康博が ベストカントンフーズの提供によりカントン料理の普及と地位の向上に寄与し、健康及び安全に対する信頼を高めたとの評価を得、水道越祭発展航空人物に選ばれた。食に携わる者の第一の責務は、美味しさ以上に、それを食する人の安全と健康である1995年より、化学調味料、保存料、人工着色料の完全無使用1年の、 猶予期間を経て実行。現在に至る、目の届く範囲の食材しか使用しない中国製冷凍餃子事件以前から国産材料にこだわり、そのことを店頭に掲げていたので、事件当時の朝日新聞及び神奈川新聞に取り上げられた。現在は中国でしか作れない製法を用いる調味料や種類を除けばすべて国内産を使用。2010年より、 関東料理に古くから伝わる役職道元のセオリーに基づく季節の薬膳セミナーをスタート。国際中医師の大田裕子氏が講師として季節の養生を伝え、平均老総料理長西崎秀幸氏が四季折々の料理を提供するという趣向のこのセミナーは2016年には開始から6年目を迎える。会社発表によると現在まで その開催は80回を超え、延べ3400人の参加者を誇るイベントとなっている。また、2013年からは、国際注意事の大田裕子氏の監修のもと、その料理一つ一つの効能が記載されたパンフレットを配布し、効能を理解しながら食事ができるスタイルのアンチエイジング薬前コースを、年12回変わる月替わりのメニューとして、平均労全店で開始。 2013年10月以降、雑誌家庭画法、家庭画法11月号など数々の媒体で、平鎮堂の薬膳が取り上げられた。そして2016年6月には、セミナーの参加者から、家庭で毎日薬膳を続けるためのセオリーと、簡単なレシピが知りたいという声に応えて、平鎮堂の一番優しい薬膳が出版された。前総料理長、社花県現総料理長、 西崎秀幸州富徳経歴は本人の項目を参照。社派な県1948年中国広市当省、生まれ。13歳から香港の海鮮科で修行を、はじめ22歳にして、水園科本店で最年少チーフシェフとして注目される。その後、数々の店で活躍し1980年初来日、日比谷平沈老へ。 1988年には、香港総監督職として就任。西崎秀幸1989年平鎮郎、入社日比谷店勤務。1997年1995年より2年官房ホテル勤務を、経た後日比谷店勤務。2000年ため池産農平鎮堂オープンと共に、ため池産農店副料理長に就任。 2002年ため池産農店料理長に就任。2009年平鎮堂日本国内全11店舗の副総料理長に就任。社花明総料理長の後継者となる。2010年平鎮堂総料理長に就任。ありがとうございます。